はい、おはようございます。キャプテンコーチでーす。今ね、朝の出荷から帰ってきました。今日のお天気はね、ちょっと曇っております。というかね、雨がね、小雨がね、先ほどまでね降っておりまして、降ったりやんだりのね、お天気だそうでございます。もうね、田んぼのね、稲刈りの方はね、終わってるようですね、みんなね。早いな。はい、そして、朝の出荷が終わったね、またね、昨日のね、広い駐車場に、彦山川の広い駐車場に行ってですね、これ、ボデーピンですね、ボデー止めるピンをね、忘れておりましたので、ちょっと探しましたけども、ありました。忘れてね、いたようでございますので、こんな感じで、よかった、あってよかったです。というかね、あまりね、人がね、立ち寄らないですね、あこはね。すごくね、ラジコンカーするにはいい場所でございます。はい、それではね、エンジンのね、かかりが悪くてね、昨日ちょっとね、断念したわけですけれども、この TGX ね、ちょっとね、原因を探ってみる動画を今回やってみたいと思いますので、ちょっとお付き合いください。まあ、キャブレターからね、霧吹きみたいにね、燃料がね、吹いてないからだと思いますので、どっかでね、目詰まりっていうかね、してるんかなと思います。まあ、早速ちょっと原因をね、探ってみたいと思います。燃料はね、入ってますのでね、今回はちょっとね、まあ、手汚れてもいいんでね、家で作業するので、手汚れたらすぐに石鹸で洗いますので。そしたらエアクリーナーを取ってですね、まずね、映ってるかな、エアクリーナーを取ってですね、いや汚いな。はい、エアクリーナー取って、ちょっとね、燃料までのね、パイプをちょっと外して、燃料が来てないかな。ちょっと待ってくださいね。これね、この燃料タンクね、上から出るタイプになってるんですよね。上から出るタイプなんで、やっぱりね、排圧っていうかね、このマフラーからの排圧がないと上からね、出ないので、吸い上げるっていうかね、それができないので、それでですかね、普通のタミヤのね、燃料は下からなんで、ちょっと見せてもらいましょうかな。はい、タミヤのね、これあるんですけどもね、これつけようかな。これ今ね、ここのね、ポンプがね、ちょっとポンプからね、燃料が漏れるんですよね。これもうちょっと、そうやな、ここにスペーサーかましたらね、燃料漏れないと思うんだけども、いや、パッキンもないしね。まあ、これが正常ですね。これは下からね、下から燃料がね、出ていくというのが正常なんで、まあ、これがあれなら、ダメなら、ちょっと変えてもいい、交換してもいいですけどね。ちょっと見とってください。こっからね、燃料が少し出てくると思うんですよね。
出てきますね。問題なく出てきますので、燃料タンクの問題ではないということになります。はい、それでは次はこちらですね。こちらちょっとね、見えにくいので、僕がちょっと見ながらやっていきたいと思いますが、ここでちょっとね、燃料をね、今みたいにね、エアでね、吹いてみます。すると明らかに、今閉まったのかな？閉まってないな。明らかになんかね、プシュッとね、今音がしましたので、何か詰まってるような感じでございます。もう一遍やりましょう。あ、今行きましたね。なんか詰まってますね。ここでね。ちょっとニードルを締めていきます。ニードルをいっぱいに締めてちょっと開きます。一回転ちょっとね、一回転と半回転開いて、またこの中に、燃料が入ってないような気もしますが、これでちょっとエンジンかけてみますね。まあ、これでね、燃料が入ってないからエンジンかからないのと思いますが、ちょっとエンジンかけてみます。あ、ロックしてるんで、ちょっと待ってくださいね。下の方に置いてね、エンジンをかけますけれども、ちょっとプラグを外します。燃料来てますね。燃料来てます。燃料、今ね、強制的にね、燃料をね、エアーでね、圧力かけてやったんで、燃料は来てますので、あ、すごいすごい濃いな。
はい、またね呼び水的に燃料をちょっと注入してエンジン始動しましょう。はい、ちょっとねまだ原因分かりませんけどもね、ちょっと止まりましたけども、だいぶ調子が良くなったように感じますけれども、この排圧のねマフラーのねマフラーから出てるチューブがねちょっとね細いのでね、これをちょっと太いのに変えてみます。うん、入らんな。よし、はい、入りましたけれども、ちょっとあれやな、エンジンに当たりますね。はい、これでどうでしょうかね。はい、またエンジンかけてみますね。
い、治りました。とにかくね、治りましたね、はい、問題なく。問題ないというかね、はい、何が原因かわからないけれども、何が原因というか、ただね、ここのプレッシャー、肺圧プレッシャーのね、この排気からのね、圧力ホースですけれども、これを太いのに変えたら治ったみたいです。はい、全然問題ないと思いますけれども、今度はね、またね、広い駐車場に行くときはね、事前にね、エンジンかかるかどうかね、ここでね、エンジンかけてから行くようにしましょうかね。ちょっとね、いきなり向こうに行ってね、エンジンかけたのでね、かからなかったらちょっとね、あれなんで、今度はね、エンジンかけるようにしましょう。エンジンかけていくようにしましょうね。もう大丈夫だろうとは思います。ちょっとね、これはね、タンクの形状がね、上から出てるので、吸い上げるので、ある程度ね、最初、肺圧が必要な、圧力がね、必要なんだろうと思います。圧力で押し上げてね、下からのやつやったら、この位置になってるんで、勝手にね、入るような感じになる。ニードルを開いたら勝手にね、ここまで来るような感じになりますけども、やっぱりね、こういったね、エアーも必要ですね。エアーで最初吹いてね、ここまでね、燃料をね、送ってやらないとね、ダメみたいですね。ここまで来てれば、あともうね、このね、ピストンが、エンジンが、回転した時の吸い込みになりますんでね、吸い込みで、燃料がね、切れることはなく、というか、そんな感じになりますのでね。はい、ちょっとね、ご心配おかけしましたけどもね、なんとかね、無事に治っておりますので、これでよしとしましょう。ね。はい、ご視聴ありがとうございました。それではね、しばらくね、これ、このまま、ちょっとメンテナンス、磨いたりしてね、またね、ちょっとお天気がね、今悪いのでね、お天気良くなったらまたリベンジということでね、また広い駐車場で走らせますので、よろしくお願いいたします。それでは、この辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。